中島 G5N 深山新山は日本海軍の陸上攻撃機である。設計、製造は中島飛行機。日本海軍初の4発陸上機で海軍機中最大の機体を誇ったが、機体各部にトラブルが頻発したため6機の試作だけで不採用となった。記号は G5N。アメリカ軍によるコードネームはリズ。帝国海軍は 航続距離の格段に大きい大型陸上攻撃機の開発を起都し、パナイ号事件などで日米間の緊張が高まる中、1937年に民間の大日本航空名義で4発のダグラス DC-4E を輸入、これを参考にした施策13、使用型陸上攻撃機を中島飛行機に命じた DC-4E ところが、この DC-4E は、 後の決策輸送機と名高い DC-4 とは全く別の機体であり、試作機の生産のみで終わっている。これは重量が増加したにもかかわらず、エンジンの性能が不十分であり、加えて複雑な機構から整備性にも難があったためで、ある。このため DC-4E は商業的な観点からは失敗作と言わざるを得ない、出来であった。 1941年2月に試作第1号機が完成し、4月に初飛行した。主翼、降着装置、油圧、電気系統等は DC-4E と同一か参考にしたものだったが、胴体は新規に設計されたもので垂直尾翼が3枚から2枚に改められていた。また、主翼の配置も低翼式から中翼式になり、 屋内の燃料タンクが大型化されていた。これらの解説系は、胴体内に爆弾層、胴体仮面に爆弾層扉、ビブに銃座を設ける必要からであった。エンジンは、当初予定していた中島製の新型高馬力エンジン、森の実用化が間に合わず、やや出力が低い三菱重工業製の火星を搭載していた。試作2号機までは火星を搭載し、 その後製造された増加試作機4機には当初の予定通り森11型を搭載しテストが行われた。なお増加試作機は深山海と呼ばれた。しかし森は所定の出力が出なかった上振動が大きく信頼性に欠けていた。また機体も元となった DC-4E が失敗作である上に前例のない大型機の開発に技術が追いつかず、 電気系統をはじめとする機体各部にトラブルが頻発した。機体重量も当初の予定を2割以上超過しており、運動性も劣悪で立候でありながら、敵間に超低空から肉薄来撃できない、い寄れない機体であったため、バカガラスという不名誉なあだ名が付けられた。このため、長期間回収を続けながらテストされ1943年には姿勢、 深山と正式に解消されたものの、結局6機の試作だけで不採用となった。ただし、本機の試作によって得た経験は、後継の連山の設計に生かされることとなった。また、ダグラス DC-4E より得られた、ダグラス式のリベット技術、厚い板構造は、以後の航空機生産に大きな寄与している。深山は、 陸上攻撃機としての開発が打ち切られた後も、連山開発の参考として、試験飛行を続けていたが、南方での戦闘が激化した1943年後半以降、改めて増加試作機4機については、実戦投入や廃棄処分を含めてその扱いが議論され、その結果武装と試験飛行で問題となった、油圧式の操縦系統を外し、胴体下部のジューザートには、貨物搬入扉、 胴体内部には貨物積み下ろし用の手動クレーン、操縦席後部には定員8名の客室を備えた輸送機に改造され、1944年2月には深山改め輸送機として第1021航空隊に配属された。本機は主に日本本土からテニアン島ほかマリアナ諸島への輸送に用いられたほか、台湾、フィリピン、パラオとの基地間輸送にも充てられ、 日本からの輸送では主に落下式増装や航空機の予備エンジンプロペラに弾薬、医療品といった前線で必要とされる機材、資材を南方各基地からは物資以外に本土に向かう人員や戦死者の遺骨を運んだ。また、旧爆弾層部分を利用して魚雷2本を収容できることから魚雷運搬機として魚雷を空輸するなど、 機体の大きさを活かした輸送任務に就いたが、元が試作機であることから、各部の整備に手間を要しただけなく、前線基地の飛行場ではその規模と重量が、滑走路や中期場に悪影響を与えるといったトラブルも起こした。問題を抱えながらも、深山は定期的な南方への輸送に投入されていたが、 1944年4月には台湾からカノヤへ飛行中の一機が着陸直前に墜落。6月には大戦2 1航空隊本部が進出していたテニアン島への攻撃が始まり空襲で宮間一機が失われ、さらに8月には同等の玉砕により大戦2 1航空隊も多くの戦死者を出した。玉砕後本土の残存隊員を中心に再編された。 1> 第1021航空隊では2機を残すのみとなった深山が8月24日に編成から外され、以後は厚木基地の地上訓練機材として置かれた。1945年になると本土への空襲が激しくなるが、格納庫に入らないため外に置いてある宮山をアメリカの戦闘機は新型機だと思いしつこく機銃装作するといったことも、 あって、機体の破損は激しかったが、終戦まで宮間は厚木基地に残され、戦後現地で処分された。1940年に陸軍は宮間の陸軍仕様への返還を計画した。この計画機は、機68と名付けられ、エンジンは火星の陸軍仕様である、ハ101を搭載するものとして計画が進められた。その後、この計画は設計。 製作を中島から川崎航空機へと移管した上で985となり1942年4月27日に試作指示が行われ同年中には実大模型審査を終了したが三山の性能不足が明らかになったため1943年5月に計画中止となったその他の項目は市政審査に同じその他の項目は 死生心残及び深山改めに同じ。ありがとうございます。